ニコニコ AI スクール上級編始まりました。本日は脳科学と人工知能、探索と学習の計算理論について講義を進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。PGV 株式会社の水谷と申します。本日は講師として理化学研究所の豊泉太郎先生をお招きしております。豊泉先生は脳の数理論を主に研究されております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご紹介に預かりました豊泉です。僕普段はその計算神経科学の研究をしていて、でそれってどんな研究なのって聞かれることがあって、脳を研究しているからお医者さんみたいなことをやってるのって言って、そういうわけでもないと。で物理とか数学を使って研究をしているから AI みたいなことをやってるのでも、そういうことでもない。なかなか普段人に説明するのが難しいところなんで、今日こういう機会をいただいてご説明できるというのは大変ありがたく思ってます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で本日はさらにですね、この豊泉先生に鋭いツッコミをしていただく先生もお招きしております。東京大学から来ていただきました田中康弘先生です。田中先生はですね、主に実験的な神経科学をやられていまして、主に運動野の機能についてご研究されております。紹介に預かりました田中です。先ほどお話にあったように、神経科学というと医学部を出た人が結構やっていることが多いんですけれども、私もその医学部で基礎研究をやらせてもらってます。で、普段理論系の研究者の方と話すことはあまりないので、普段から疑問に思っているけれども聞けないようなことを聞いていきたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。引き続きまして、第1回目から参加していただいております聴講生の、高藤舞さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。筑波大学から来ました高藤舞です。ニューロンがどのような情報コードしていて、どういうふうに情報を統合していくか、それをモデリングするっていうことは、計算論的にモデリングするということは神経科学者にとって重要な仕事の一つだと思います。今回2人の先生方の講義を聞きまして、行動と脳の活動をつなぐ素晴らしいモデルを将来作れるように一緒に勉強していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、早速豊泉先生の方から講義を始めていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は探索と学習の計算理論っていうのを最適化の視点から考えていきたいと思っています。で僕もともとはその物理の出身なんですけれども、その物理ではニュートンの法則だったりマクスウェルの法則だったり、こう非常に広範囲のことを説明できる基礎理論っていうのがあって、それが非常にパワフルなんですけれども、じゃあその生物脳を考えるときにそういうものがあるのかと。であまりないんですよね、そういう基本法則っていうのがあまりない。ただその中でもダーウィンの進化論というやつは非常に有名で、これは非常に広く認められている理論なんだと思ってます。で、皆さんご存知だと思いますけれども、生物が環境の中に適応していって、その、うまく適応できるようにどんどん進化して形質を変化させていくという理論ですよね。で、それは実は私たちの脳もそうで、脳はその時間のタイムスケールは違って、個人のタイムスケールですけれども、経験から学んで脳の回路っていうのを環境に適応するように作り変えていくという意味で近いところがあるんですね。で、この進化論だったりその最適化の法則っていうのは非常にパワフルな理論だと思うので、こういう理論を使って、生物の行動だったりとか学習だったりってことをちょっと今日は考えていきたいなと思っています。でまず最初に何を考えるかってことなんですけれども、探索行動っていうのを考えたいと思います。
非常に探索行動って基本的なものですね。食べ物にありつくとかいう意味での探索もそうですし、今いろんな探索行動を生物っていうのはしていくわけです。学習にも関連があると思います。で、生物はじゃあどんな探索行動をするのかっていうので、一つよく調べている知られている探索行動っていうのに、レヴィ歩行っていうのがあります。で、まずそのバクテリアの例を使って、レヴィ歩行っていうのは何かっていうのをちょっとご説明したいんですけれども、ここにスライドが出てるんですけれども、この青線で書かれているのがバクテリアが探索行動をしている時の軌跡になってます。で、この赤点っていうのが等間隔で時間を取ってた時にどこにいたかっていうものを表しているんですね。で、この探索行動のパターンっていうのが実は非生物の例えばブラウン運動っていう揺らぎ、ブラウン運動っていうタイプの揺らぎのある活動をする動きをするんですけども、それとちょっと違うんですね。ブラウン運動っていうのは基本的にもう本当にランダムにいろんなところを動き回るんですけれども、大きなジャンプはしないんですね。それに対してこのバクテリアの探索行動っていうのを見てみると、非常に頻繁にその局所的に同じようなところを探索しているんですけれども、たまにボーンと遠くに飛んでいくという性質があります。たまに遠くにボーンって飛んでいくという探索パターンを示すんですね。で、これはそのバクテリアに限ったことではなくて、昆虫なんかでも見られますし、例えば人の視線の動きなんかでも、こうあるところを見ていてたまにボーンと遠くに視線が飛んでいくというようなことが起こります。実はその行動だけに限らず、私たちが自由にこう言葉を連想して見てくださいみたいな時に言われた時にも、普段普通に思いつく言葉っていうのは似た言葉が多いんですけれども、たまにこう全然違うコンセプトというか単語に飛んでいくよというような大きなジャンプをすることがあります。で、生物の探索を考える時にこのレヴィ歩行っていうのは、バクテリアから昆虫から人間から非常に広く見られる行動パターンになっていて、こういうランダムな行動パターンっていうのがどう生じてどう説明できるのかっていうのは一つ面白い問題になってるんだと思います。で、それにじゃあ今までの研究でこれをどう考えてきたかっていうことなんですけれども、従来の見方として今ご説明しましたけれども、レヴィ飛行っていうランダムな探索をすることは分かってると。でもそれだけじゃないよねっていうことも分かってるんですね。例えばバクテリアとか単細胞生物だったり、もうちょっと複雑な生物だったりっていうのは餌の場所にこう移動していくような性質があるんですね。例えば匂い物質みたいなのを手がかりとして餌にありつこうと、その匂いをたどっていくような行動をするっていうことは分かってます。それが勾配探索と言われているやつで、食べ物の匂いをたどってたどり着くように行動するっていうタイプの行動ですね。それはランダムな行動じゃないんですね。だからその勾配を使って探索するっていう行動様式 と、ランダムに探索するっていう行動様式っていうのが2つあるんだよっていうことが分かってて、じゃあそれがどうスイッチしてるんだろうとか、そういうことはよく分からなかったんですけれども、こういう基本パターンっていうのがあるっていうことが分かっていましたということです。時々探索中にジャンプするのはどっち側になるんですか？こちらですね、ランダム探索。それはランダム探索の一部ですね、はいはい、いきなりピョンって飛ぶのは。そうですね。でもそのなんでピョンって飛ぶのかっていうことも、面白い研究課題にはなってます。その個別の探索状況のパターンに応じてこういう、拘束条件で跳躍が出るんじゃないのかみたいなことを提案している研究者もいるんですね。僕らもちょっと別の立場からなぜ跳躍が生じるのか、ジャンプが生じるのかということを考えてみたいなと思ってます。じゃあ僕らの提案は何かっていうことをちょっとご説明したいと思うんですけれども、これちょっと難しい言葉ですね。二次の勾配法からレヴィ飛行が説明できるんじゃないかということを説明したいと思います。ちょっとこれわからないと思うんですけど、とにかく何らかの最適化の方法から今のレヴィ飛行っていう行動パターンを説明したいなと思っていて、その
一般的な話に行く前にちょっと特殊な状況を考えたいんですけれども、仮にそのジャンプする時のワンステップあたりのサイズデルタっていうのが2つのガウスノイズの比で与えられているとしましょう。これ独立なノイズ、サイ G ってやつと、もう一つ独立なノイズサイ H っていう2つのガウス、変数の比でもしステップサイズが与えられているとすると、その時にこのデルタっていうのはどんな確率分布を取りますかっていうと、まあ、それは簡単に計算することができるんですね。まあ、ウィキペディアを見ていただければ分かると思いますけれども、このステップサイズデルタっていうのはこういう場合にはこういう、指数で落ちていくような分布になります。ガウス分布だと指数で落ちていくんですけど、この場合にはべきで落ちていく分布になっています。ステップサイズがべきで落ちていって、事情に反比例して落ちていくんですね。なので非常にゆっくり落ちていって、大きなジャンプをする確率が十分にあるっていう確率分布になってます。ウィキペディア見ていただければ分かるといった場合に、はい、何でウィキペディア調べればこれが出てくるんですか？コーシー分布っていうやつなんですけども、コーシー分布、例えば F 検定とかいう文脈で調べていただければ出てくるかもしれないですね。なるほどね。ステップサイズの定義みたいな部分は比較的こういうガウス分布の比みたいなものが使われるっていう感じ。でこれその直感的に何かっていうと、ランダム変数で割ってるっていうところがポイントなんですね。割り算してその分母が0に近いと、このステップサイズってすごく大きな値を取るんですよ。そうですよね。それがすごくポイントで、分子のノイズはそんなに関係なくて、分子のノイズっていうのはあまり大きな値は取らないんだけれども、分母が0に近いとこのデルタっていうのがすごい大きな値を取ってしまう、はい、それが実はその跳躍に関係してるんじゃないかっていうのが、直感的な話なんですね。だからランダム変数、ガウス変数みたいなので割り算をすることでレビー飛行の跳躍が説明できるんじゃないかっていうのが、直感です。なるほど。じゃあもうちょっと具体的にどんなアルゴリズムを考えるのかっていうと、よく最適化の工学的な手法として使われているアルゴリズムっていうのを考えます。もしかしたら皆さんの中にもニュートン法とかいう最適化の方法っていうのを使ったことがある人がいるかもしれないんですけれども、基本的にニュートン法みたいなものですね。ステップサイズ、ステップサイズがどう与えられているのかっていうと、それが、滑らかさ×勾配というので与えられるという最適化の方式になります。でこっちの方は本当に一般的な勾配探索と一緒で、例えば食べ物の匂いなんかが強くなる方向に移動するっていう、成分ですね。でこっちの方がミソでして、じゃあどのぐらい大きく、跳躍するのかっていうのは、例えば匂いがどのぐらい滑らかに変わってるのかっていうのに応じて、変化しますよってことを言ってます。でどういうことかっていうと、匂いがあんまり変わらないんであればもう一気にボーンと大きく跳躍してもいいじゃないかってことですね。滑らかなところだったら大きく跳躍してもいいけれども、ちょっと進むと匂いが大きく変わってしまうんであれば、もうちょっと注意深く進もうよってことになるわけですね。だから探索の匂いの濃度がすごくこまめに変わっているような場合には、ステップサイズを小さくやって、もうちょっと用心深く探索しようってことになります。でそれに対応するのがこの滑らかさのタームになってるんですね。もう一つ、その生物の行動を考えるときにノイズっていうのは避けられないんだと思ってます。例えば匂い物質の感知だと、どうやって感知するかっていうと、匂い物質っていうのがレセプターにくっつくことによって、匂いの濃度っていうのを検出するんですね。だけどもその匂い物質っていうのはくっついたり離れたり、くっついたり離れたりっていうのを繰り返してるんで、濃度っていうのを本当に厳密に推定することはできないわけですね。どうしてもそのノイズが入った濃度っていうのを検出することになりますということで、必ずその勾配方向にも、滑らかさの推定にも多少のノイズが入ってきちゃうんです。でも、この理論の面白いところは、そんなちょっとしたノイズが入ってくる状況で、このニュートン法もしくは二次の勾配法っていうもので探索をするとすると、